リーアーサー・スミスは元プロ野球選手。アメリカ合衆国ルイジアナ州出身。右投げ右打ち。クローザーを務め2006年にトレバー・ホフマンに抜かれるまで通算478セーブは歴代1位であった。2008年にはマリアノ・リベラがスミスの記録を更新した。1975年にシカゴ・カブスからドラフト2巡目で指名され契約。 プロ生活を先発投手として始めたが、マイナー時代にランディ・ハンドリー監督がスミスをリリーフへ転向させた。1980年9月1日にメジャーデビュー。1982年はウィリー・ヘルナンデスと共にクローザーとして起用され、1983年は開幕から5月6日までの10試合連続で無失点に抑え、 その後防御率は2点を上回ることなくシーズンを終え、自己ベストとなる防御率1.65を記録。クローザーとしてリーグ最多の29セーブを記録し、オールスターに初めて選出された。1984年から1987年にかけて4年連続で30セーブを上回り、1987年までに180。 西部を挙げ、通算西部の球団記録保持者となった。1987年12月8日にアルニッパーとカルビン・シラルディとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍し、1990年シーズン途中の5月4日にトム・ブラナンス・キートのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍。 1991年9月28日にシーズン45セーブ目を挙げ、1984年にブルース・スーターが記録したシーズンセーブ記録に並んだ。その後、10月1日と10月2日にセーブを記録し、リーグ記録を47にまで伸ばした。1992年は昨年に続き、リーグ最多となる43セーブを記録した。 1993年は6月25セーブを挙げ、月間セーブ記録を更新し、8月13日に通算358セーブ目を挙げ、ジェフリーア・ドンの通算セーブ記録を更新した。8月31日にリッチ、バチェラーとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。カージナルスでは160セーブを挙げ、2006年8月13日にジェイソン・イズリングハウゼンによって、 記録更新されるまで、球団記録だった。1994年1月29日に1年契約で、ボルチモアオリオールズへ移籍し、1994年12月13日に2年契約で、カリフォルニアエンゼルスへ移籍。1995年6月11日に1988年に、ダグ・ジョーンズの15試合連続試合セーブのメジャー記録を更新し、 記録を18にまで伸ばした。1996年はトロイ・パーシュバルがエンゼルスのクローザーとして起用され、5月27日にチャック・マクロイとのトレードでシンシナティレッツへ移籍。移籍後もジェフ・ブラントリーがクローザーでスミスはセットアップとして起用され、シーズントータルで2セーブでホイップは1.500とデビュー年以来の数字にまで悪化した。 1997年は、モントリオールエクスポズでプレーし、7月2日のトロントブルージェイズ戦がメジャー最後の登板となった。1998年は、ヒューストンアストロズとマイナー球団でプレーし、現役を引退。18年間で8球団を渡り歩き、通算478セーブを挙げた。2006年のワールドベースボールクラシックでは、 南アフリカ共和国代表の投資コーチを務めた。2019年7月21日2019年、ベテランズ委員会の選出でアメリカ野球伝道入りを果たした。ありがとうございます。